JR 成田線の富佐駅から利根町、龍ヶ崎を通り、JR 常磐線の龍ヶ崎駅まで歩いてみましょう。この道は、江戸時代初めの水戸街道の一部です。途中に中世の道、鎌倉街道があり、人気が高まっています。富佐駅を降りて、この坂道を登り、利根川栄橋に出ます。栄橋を渡ると、すぐ徳満寺があります。徳満寺は、深川城の跡に建てられました。県道4号線を進みます。日本ウェルネススポーツ大学があります。NTT 送信塔の脇から入ります。これが、中田切の一里塚です。そして、この小道が昔の街道そのものです。県道4号線に戻りましょう。鎌倉時代のお堂があります。ここから先は、横須賀まで江戸時代は海か湿地帯でした。豊田南用水、そして新利根川が流れています。横須賀で県道を離れ、坂を登ります。そして、大平です。この辺りに、鎌倉時代に船着き場が設けられました。坂の上に、八幡神社があります。横須賀交差点を、そのまま行くと、萌木の大ニュータウンの入り口です。そして、坂を降りると喜多方町、県立龍ヶ崎南高校があります。右折して、県道209号線を行くと、推しと船着き場跡があります。